僕の大好きな麻婆豆腐を作って食べます。材料紹介です。シャンタン、チェンメンジャン、トウバンジャン、豆腐、ひき肉、ニンニク、生姜、ネギ、山椒、砂糖、ごま油、片栗粉になります。ネギ切ります。まず最初に目入れ、ニンニク切ります。生姜切ります。ニンニクと生姜入れます。ピチピチしてきました。混ぜます。ネギ入れます。
皆さん気にしないでくださいね。肉入れます。まだまだ焼きます。豆板醤入れます。甜麺を入れます。レーパー入れます。砂糖入れます。紹興酒入れます。材料に入れませんでした、すいません。醤油も忘れていました。醤油入れます。水入れます。麻婆豆腐の麻婆ができてきた。そうですね。豆腐入れます。おいねぎ入れます。水溶き片栗粉入れます。ごま油入れます。出来上がりです。こんな感じです。どうですか皆さん。トロトロな麻婆豆腐で。ジークソーク。いただきます。あっそういです。味はとても最高です。味はちょうどいいけど、もうちょっと辛い方がいいな。